お居酒屋の板前なんだが3倍の30万円でなると言ってるんだが。3倍ですか？いやでも仕方ないですね。なんだよ、ボコしていいなら全然ボコすけどな。おーい、30万持ってきたぞ。なあ、はい、オッケー、よー、買ってきたぞ。あ、琉球台買い戻してきたぜ。本当ですか？あ、これです、これ。おお、これは見事な琉球台。いやー、娘夫婦も喜ぶよ。でもしかし30万円で買い戻しって言っちまった私が悪いんだけど。信用を買ったと思えば。はーい。いや、これマグロ届けてやった方が良かったかな。まあ言ってらんないよな。釣りのセンスないからな、私。悪かった。さて。あれ、また女子高生。うちの陽子、昨日から帰ってなくて、よく一緒にいたあなたたちは何か知ってるかと。陽子なら昨日は忘れ物したから一回学校に帰るって言って駅前で別れましたけど。陽子帰ってきてないんですか？家出するようなタイプじゃないんだけど。もしかしてあの幽霊観光案内に連れ去られちゃったのかな。ちょっと春子、不謹慎だよ。陽子のお母さんに失礼じゃない。幽霊観光案内？でも噂ですよ、噂。都市伝説みたいなもんですから気にしないでください。いや、もしかしたらそうかもしれない。え？さっきこの辺のお店の人に聞いたら、昨日高校生の女の子と外国人が一緒に歩いていたのを見たって言ってたのよ。もしかしてその高校生というのがうちの陽子なんじゃ。幽霊観光なんて噂ですよ。旅行会社の前にいるだけで人がいなくなってたらもっと事件になってますって。そう、そうね。外国人ってまたあの金髪の女じゃないの。カムロ町より事件いっぱい起きるじゃん、ここ。私、トム、今、基地とか珍しい場所を案内しますよ。基地？バーベキュー美味しいですよ。皆さん喜んでくれてます。ああ、外国人の幽霊、足生えてるしな。女の子のこと聞こうか。この辺りで女の子がいなくなったらしいんだが何か知らないか。の、ノー、そんなの知らないです。そうか。え？恐ろしいな、これ。拉致とかそういう。行くか。いいだろう。案内してもらおうか。毎度ありがとうございます。あなた、お酒好きそうですね。スペシャル大人観光で案内するです。どうも。基地とか言ってなかったの？なんか飲まされてるけど大丈夫。あー、でも美味しかったんだ。もっとお酒飲んでください。気持ちよくなったところで可愛いガールズ会いに行くです。え、どうした？あ、なんだこの程度の酒で酔うはずが。はー、盛られた。キリュウさん、何連れ込まれてんの。本当だよ。女の方がそら金になるわ、男よりは。ソーリーリーダー、でもあいつすごくタフ。高く売れるはず。誰が高く売れるって。What？ あんなに飲ませたのに、You monster。日本にいるくせに半端な日本語使ってんじゃねえ。そうやって変な日本語使って、優しい外人演じて女ばっかりかき集めてるわけか。どうしよう。こいつに俺たちの正体知られてたよ。殺して騙せるしかないしね。無理だよ。怪しすぎるよ。滑覆良すぎだよ。キリュウさんが細く見える。硬いなあ。あら、ヘンリー。お、
いれれれれれれれこれは親玉かな。つかみの判定がうまくいかない。ボンビョコ掴んじゃった。よいしょ。こいつ離さない。テレビだ。あ、テレビラックはダメなんだ。おーととととと、いたたたた。なんか面白いのないかな。で、みんなちょっとそれ手放してくれない？よいしょ。普通に住んでるっぽいなここ。ユークレイジー言われとるぞ。俺の他に連れてきた女がいるだろう。イエス。あ、なんかもうしっかり抱きつかれてる。あ、もう大丈夫だ。さて、あとはこいつらの始末か。警察呼ぶか。怖いなあ、こういうの。ヨーコ、あんた無事だったんだね。完全に拉致監禁だったよ。母さん。あ、お母さん。心配かけるんじゃないよ。私はね、警察来た。ご協力感謝します。あいつら、観光客ばかりを狙って誘拐していた犯罪グループみたいですね。確かに観光客なら、この街で行方不明になってもすぐには分かりませんから、本当に卑劣な犯罪ですよ。そうか。でもこのところ街で幽霊観光とかいう変な噂を流れてきて観光客が寄りつかなくなっていたそうなんです。それであの犯罪グループは地元の高校生にまで手を出したようです。それが仇になったってわけか。ええ、そうです。犯人グループを逮捕でき本当に感謝します。本当にありがとうございました。あのこの子がいなくなっていたかと思うと。これ俺の気持ちです。受け取ってください。そう金銭の、そう、大丈夫それ警察の前でいいんだ。さあ、あれ、どうした。お待ちしておりました先生。僕です。ハンバーガー屋とキャバクラで会った。あ、お前か。それで俺に何か用か。なんで朝顔の前にいるんだお前。 あの僕あれからいろいろ頑張ったんですけど、告白もデートも、デートも告白もうまくいかなくて。それで先生に女の人の口説き方を教えてもらおうかと。いやいやいや。こんな綺麗なとこで。それで女の人の口説き方なんですけど、そんなの友達に、どんな友達だよ。いえ。ダメなんですよ。僕が目指しているのは先生なんですから。キリュウさん目指してるの？それであの玄関にいた女の子なんですけど、はるかのこと？やめろ、うちの子に手出すのは。それであのはるかちゃんって付き合ってる男の人とかいるんですかね？そうだな、はるかのことが気になるのか。はるかはやめておけ。お前気が多すぎだよ。お前は気が多すぎだ。ハンバーガー屋のバイトにキャバ嬢に。本当に好きな人は誰なんだ。今は遥ちゃんです。何、私に何かよ。ごめんな遥、こんな夜中に。あ、いや、そのちょうどいいじゃないか、行ってみろよ。あ、あの遥ちゃん、その実は私忙しいんだから、用事があったら早くしてよ。子供たちのご飯の準備があるんだから。え、子供？みんなたくさん食べるから。待って、なんかこれ、はるかの歩道みたいな感じになってない？いや、違う。結婚してない。は？何のこと？いや、なんか待って、なんかそれ、キリュウさん犯罪者になっちゃう。何だったの？
俺にもわからん。お前も気にするな。なんなのあいつは一体。何がしたいの本当に。なんか落ちてる。こんなとこにもコインロッカーの鍵。誰か海に投げ捨てたのかな。流れ着いたのかな。そして。あ、やべ、なんかぶつかっちゃった。おい。はい。あ、お前。え、これただの、ちょっとぶつかったぐらいで大げさだな。大丈夫か、兄弟。どうしたんじゃ、骨で漏れたんか。肩が複雑骨折じゃ。これさ、なんか見たことあるぞ、この絵。嘘、そんなに骨粗鬆症じゃない。おめえのせいだろうが、何だんまり決め込んでんじゃい。おめえらのサービル芝居に付き合う暇なんてねえ。兄弟が大怪我してるって言ってんだろうが、お前には両親ってもんがねえのか。いやいやいや、1万円でいいの。払わない。いや、肩複雑骨折してんだろ、お前。ガンガン動いてんじゃねえか。あ？久保地川っていうのかな。痛い目見ねえとわかんねえか。何この音楽。うわ、かっこいい。何今の、桐生さん。格ゲーみたいな鮮やかなやつ出たよ。かっこいいそれ。ちょっとなんか真島さんっぽい感じになってるけど。もう終わりか。すんません。うん、肩は大丈夫。あ、なんだか殴られたおかげで肩治った。いやいや、おかしいだろ、脱臼じゃん。おマジか。おい、旦那のおかげで兄弟の肩が治ったみたいだし、今回のことはお前もっかいボコってやろっか。あ、逆に1万円くらい。何だったんだ一体。あ、サブストーリーだったの今の。なんかまた飛び降りしようとしてるよ。おい、どうした。またお前か。何やってんだ。はあ、自己破産したいって弁護士の先生に相談しに行ったんですけど、自己破産できないから真面目に働いて。あ、そうなの。どういうことだ。ギャンブルとか遊びのために使った借金は自己破産できないんだ。へえ。まあそらそっか。それでまた川に飛び込んで自殺しようとしてたのか。はあ、はい、もうどうすればいいか分かんなくて。だからって死ぬのはダメだろ。借金したのは自分なんだから、きちんと返すことを考えろ。まっこと正論なんですけど。あ、そうだ、僕いろんな闇借金融から借金してたんで、一つにまとめた方がいいってアドバイスをもらったんですけど。それってどうなんですかね。いや、そらまとめた方がいいだろ。やれることからやってみろ。いえ。なんでだよ。桐生さん、ありがとう。桐生さん、手出すの早くない。頑張れ。なんか結構続くサブストーリー多いな。あ、でも七不思議終わったわ。恋のキューピッド、まだ続きそうだなこれ。あの、これも終わったか。なんかいる、あそこ。お？三振？すごい、ストリートミュージシャンみたいな。聞いてくださってありがとうございました。
沖縄民謡でティーンサグルバナでした。なかなかうまいものだな。沖縄の民謡って恋の歌も多いんです。次に歌う月ぬみしゃもある青年が女性を思った歌です。お時間のある方は聞いていってください。うん、聞いていこう。あ、ほら、誰に断って歌なんか歌っとるんじゃ。やだ、観光客逃げちゃったじゃない。またお前か、何でもここで歌うなって言ってんだろ。なんだよ、どこで歌おうと俺の勝手だろ。うるせえんだよ、しけた民謡なんか歌いやがって。おーい、こら。おーおー、大事なものだったんだね。このままだとまずいな。止めるわ。ちょっと待て、そこまですることじゃないだろ。なんだこら、おっさんには関係ねえだろうが。こいつの肩を持つならまとめて面倒見たんぞ。なんでこんなことになったんだ。よいしょ。なんかお口悪いな。あ、ありがとうございました。助かりました。気にするな、いい歌を聴かせてもらった例だ。あ、あれですか、ティーンサグヌバナって歌です。ばあちゃんにこの三線の弾き方と一緒に初めて教えてもらった沖縄民謡なんです。親の教えを聞きなさい、誠実に生きていきなさい、何事も諦めずに頑張りなさい。ばあちゃんが俺に教えたかったことがこの歌の中にあるんだと思います。だから最初にこの歌を教えてたと。なるほどな。ええ、でもばあちゃん去年死んじまって、あんたは歌しかないから人に助けてもらわないと生きていけないんだよって。それでばあちゃんに教えてもらった歌をここで歌っているんです。そうか、いろいろあるだろうが頑張れよ。はい、ありがとうございます。あの、これもらってもらえますか。沖縄の名物なんですけど。サーターアンダギー、やはー。うん、聞いてもらいな。あ、頑張れよ、応援してるからな。頑張れ。いや、いいね、夢を持つのはいいことですよ。さあ、私は遊びたいんだ。あ、こいつ、おい。仲間増えてる。あ、おう、おっさん、何やったか分かってんのか。覚えてないの、このアロハシャツを。覚えてなさそうだね。ずいぶんと賑やかだな。おい、なんじゃこら、あん時のおっさんやないか。思い出した。桐生さんがちっちゃく見える。おい、怪我した。何したん、どこが痛いんや。遠慮せんと言うたらんかい。あ、足が折れた。足、なんで複雑骨折。仲間見習いって何。仲間に見習いとかある。おい、はいはいはい、どうしてくれんだ。で、どうしてほしいんだ。冷静。100番、アスリート。へー、100万の黄金の足。100万か。これ財布見てんのかな、チラって。持ってないよ、払いません。怪我もしねえのにそんな金払えるわけねえだろ。素直に甘っときゃいいのによ、この人数にバカじゃねえの。お、次海に放り込んでくれるって。前川だったのにね。痛い目見ねえと分かんねえか。私なんかご飯食べてくるべきだったな。あ、やべ。
しょう。あ、本物の私の。ちょっと気抜いたらやられそう。気が済んだか。すんません。後ろの3人棒立ちだし。助かった。あ、なんだか殴られたおかげで足に治ったみたいです。どんなんだよ。マジか。おい、旦那のおかげで兄弟の足が治ったみたいだし、めちゃくちゃだな。兄貴かっこ悪いっすよ。これって何なんすか。いいから黙っとけ。これ以上あの旦那の気分を害するんじゃねえ。分かってんじゃねえか。信じられねえっす。まあ、信じられねえっす。こんなの信じられねえっす。どうした、まだ何かあるのか。え、何でもないです。あはははは。なるほど、あれは自分でぶつかっていってエンカウントするんだ。キルさんお腹痛そうだね。さすがにしんどいな。ご飯食べるとここの筋にはないんだよな。いらっしゃいませ。お一人500円、安い。さあ、龍が如く3は何が入ってるんだろうね。カラオケの掟、最後まで歌い終えることができるよ。あ、そうなんだ。歌い終えなきゃいけないんだ。へえ。カラオケ見れ。あ、する。きっとチェンジマイセルフ。カムロ町ん、カムロ雪月下。全然知らん歌ばっかりや。え、わ、やばい、私わかんない。へえ、結構龍が如くのそのキリュウさんが歌う歌を知ってるんだけど、そのアマゾンプライムで聞いたから。けど私どれも知らないわ。カムロ、カムロ雪月下聞きたい。歌う、曲を変更する、歌を。あはー、カムロ町だ。すげえ演歌。やる気満々。うん、流れゆく。結構難しい。夜の蝶、綺麗。怪しく惑わせて、欲情も愛情も、純恋家にやカムロ町。めっちゃうまい。おーおー、なにこれなにこれ。優しく夜に抱かれ、涙ほろりほろり舞い散る。雪は飾る人で汚れた街でさえも。難しい、あそこ。花咲きても花散るとも、眩しい雪月花。キレさんかっこいいよ。かっこいい、キレさん、すごい。ありがとうございました。美しい。美しい歌声でした。かわいいなこれ。なんでこのかわいい採点入れてんの、キレさん。これいいのか悪いのかわからん。お疲れ様って書いてある。スタイル無難、グレート95。あーすごい、バット 4% 評価カラオケの竜。キングカズノブって誰だ。でもキリさん3位にカラオケしてみよう。サマーメモリーズ。これなんかちょっと結構、あ、愛の手だな、これ。キリさん歌わないんだ。こっちか、キリさん歌うの。あ、違うの。さっきの
私あれだったんだね、ちゃんとキリュウさんのやつを当てたんだ。あれキリュウさんこれしか歌わなくない？あ、マジか。まあいいか、じゃあこれ歌ってみよう。難易度の問題なんだ。じゃあ情熱的にああいうのってするわ。これさっきさコンビニで聞いたやつじゃないかな、これ違うかな。誰に手拍子してんの、キリュウさん。毎回思うけど。あ、なんかすごい。ヘイ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 。すごい、なんか。はるかやん。これいつかはるか歌ってくれるんだ。はるか連れてきたいな。めっちゃボーカロイド歌ってる。あー、いい、この歌好きだわ。うん、あー、たまりん。なるほどね。そう、右上の子めっちゃ光ってんだけど、これ今気づいたわ。結構いいです、叩き出してる。あ、やべ、横スクロールって難しいな。いつもほらチューニズムとかさ、縦のスクロールのやつはよく見るけどさ、スタイル情熱的。あ、カラオケ歌ってないけど、カラオケの理由。待って、1位取っちゃった。はい、延長500円、もうちょっとだかな。延長だ、延長だ。これ興味ある。誰が歌ってるのかちょっと分かんないからあれなんだけど。あー、なんかこういうのも好きだな。あ、ちょっと難しい。いや、ちゃんと帰って。ゴー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 。あー、いい、このコミカルな感じ。間違った。ゴー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 。いきなり。ゴー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 。あー、これ譜面覚えないとやばいな。ゴーゴーゴー連中。上げとこな。ガンと一発かましてきましょう。ノンストップだぜこのサタデーナイト。おー、すごい。Go go go! Woohoo! Woohoo! Go
go! Let's party! 難しい。Go! Go! 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 そうくだらん羞恥心なんて蹴っ飛ばして go! So from now!このフロアにみんなギルビートで変に登れ Like I'm gonna go to the this time 今夜 this time Oh yeah 難しいこれあのバーがさ動きが変わるんよ速さがめっちゃキリュウさんラップ言うやん面白かったイエーイ900点出してからいいか面白かったなあ。もう一回当るんだ。あ、間違った。何歌おう。ローリングスター。英語歌いがち。スターしてるな。なんか年代をちょっと感じるよね。あ、なんかちょっとムーディーな感じで手叩いてる。乗ってるよ、キリュウさんが。なんか不明、結構難解だな。ああ、いいね。びっくりした。いい歌だな。あ、うまいな。心にしみるぜ。あー、いい歌。もういきなりキリュウさんがささやき出すからちょっとびっくりしたわ。耳が幸せになるわ。お、なんかめっちゃ高得点。2回ぐらいミスったからな。結局ね、バラードに落ち着くんだよ。お前1位ですよね。さあ、そろそろ帰ろうか。マイクと伝票フロントまでお持ちください。へえ。マイクフロントに持ってくるんだ。またどうぞ。はい。はい、ということでね、多分大体のサブストーリーはこれで回収したんじゃないかな。あとはもうまたやり込みとかやりつつ、またいい時にねやっていこうかなと思います。あの、食事あるな一応。あ、武器の収集とかもあるんだね。改造武器の。はーい、
ということで、ご視聴ありがとうございました。ちいさんでした。次回お楽しみに。